はい、どうも、ぬろめんです。10月8日土曜日の予想をやっていきたいと思います。早速、朝一の朝一、阪神1レース。本命がスマートメイプル、坂井隆成君です。推奨理由なんですが、前走芝のレースだったんですけど、結構きつい内容でした。これ、着見ると2-2ってことで、2番手追走みたいな感じなんですけど、レースをしっかり見ると、逃げる形からずっと東邦フランゴ、長島愛美騎手につつかれて、なかなか息が入りづらい中でも、前で一旦先頭の場面もあって、頑張っての4着でした。一度立ち止まった14番のエルディアナ、ゲートに8入りまし番、た。黄色い帽子の馬ですね。スタートしました。12番のスプール、あまりいいスタートではありませんでで、した。スター後方からト、5投目あさたすり、が坂井隆前成2頭君っはていう16形番で、のめスちゃマーくトちゃメイ良プル、く8番て。のスマートメイプル、この2頭による先行争いに11番の東邦フランゴが絡んでいって、1200切りました。で、絡まれ内かるらん5で番すのね、こショのオーレガンンジガのーディ、帽6子番に。のオルノア、青い帽子の2頭に外を通って13番のミッキー・スピナッチ、ここが第2集団。その後ろがインコースから2番のライジン、追っつけながらの追走です。12番のスで、プー今ラ、まだこれも先馬頭術なんので中、す上けがっていきど、ました。中段まで上がっこのています。辺で2番そ手のの馬14が番の抑えデュきシれャないナ、であと行っ1ちゃ番うんので9すよ番のね。クリノコマンダーが続いて、インコースを通って7番のネオ・アリシア、3コーナーのカーブに入ります。800切りました。600は34秒8での通過。後方は1番のナムラダリウス、外を通っ新馬て10戦番にのしエてルディはアナ、後34方秒から82な投ん目、で、最後それ方な向りでに2流番手、れ3番て、のライブリーです。600切早りまめしのた。ペやーやス縦と。長に変わって3コーナーから4コーナー、坂を下りながら11番の東邦フランゴ先頭、内8番のスマートメイプルと2頭並んでいます。3番手は13番のミッキー・スピナッチ、追っつけながらの追走、4コーナーから直線、内を狙って4番のオーバンブルマイ、あとは外に出して14番のエルディアナ、12番のスプルも外から追い込んでで、きましここた。で東間邦の5が番の湘いっ南ぱゴいールにディなっン、残り広て、がって坂を登る。さあ激戦になりそうだ。先頭は先頭に8番立つんのでスすマーけトメイど、プルか、最内からオーバンブルマイ200を切りました。さここかすらが13にき番つのくて、そしてオーでもバンブこルれマイ、でもこれね、は内最後側バのテ追いてな込んいでのくる。で、先頭は4番のオーバンブルマイ、オーバンブルマイ、12番のスプールが差を詰める。4番のオー全部見ちゃいましたけど、これで4着でした。まあ本当にね、さっきも言いましたけど、この着だけ見たら、通過順だけ見たら分かりづらいんですけど、かなり東邦フランゴに突かれて、で、先手を奪われてのきつい競馬でした。お母さん、アイラブリリー。これは短距離の逃げ馬で、まあ、重賞にもね、重賞2着とかもあるような馬だったんですけど、結構いい馬で、何回か勝った記憶があるんですが、で、この兄弟。スマートメイプルの兄弟は、スマートルミエール、これがディープインパクト3区なんですけど、ダートで2着2回。ヘニー・ヒューズ3区のゲンパチ・ホルツァは、まあ、ゴリゴリのダート馬ということで、このスマートメイプルはモーリス3区なんですけど、まあ、ダートは合わなくはないかなという感じ。で、流星君なんで行ってくれると思うし、人気のマニバドラーが、これもし逃げれば2番手でもいいし、マニバードラーはちょっとこう体力的にも気象的にも不安な部分があるので、仮にこれが抑えてくれればスマートメイプルは楽に逃げれると思います。ストリンジェンドはちょっとスタートがまだあまり良くないので、まああんまり前にはいけないかなっていう感じはするので、前走を見ると。スマートメイプルの逃げ切りに期待して単腹ですかね。マニバードラーはよくわかんないですね、正直。そんなに強い感じはしないんですけど。ということで、まずはスマートメイプルでいきたいと思います。続きまして、阪神8レース、ちょっと飛びますけれど、本命がリノアラ。リノアラは3走前が初めてのダートで、ダントツの最速上がりで、内からこう追い上げて最後足を余す形。初めてのダートで揉まれたにもかかわらず、非常にいい足で伸びてきました。で、続く2走目、これ本命にして買い損ねたんで、非常に後悔してるんですけど、ここは距離を1700に一気に伸ばして、で、後方からまくり気味に上がって、突き放す横綱相撲で非常に強かったです。で、前走は1800メートルに距離をさらに伸ばして、しかもスタートが出るようになってて、で、勝ち馬とのマッチレースになったんですけど、まあ、最後の最後でバテてしまって、
止まってしまっての2着ということで、まあ、ちょっと距離が長かったかなっていう感じで、今回 1400m になるんですけど、スタートは前走を見る限りは良くなってるし、距離適正的にもおそらく1400、1600ぐらいかなっていう感じがするので、走りを見てると。ここは条件はベストかなと思います。ただ、バタイベリはちょっと止めたいかなと。まあ、マイナス2ぐらいだったらセーフって感じですけど、あんまりこの若駒の連続バタイベリっていうのは、好きじゃないっていうか、体調不良の可能性が高いので、まあ、体重は注意。レースですけれども、勝った2走前をちょっとだけ見てみましょう。リノアラの前前走を勝ったレースでゆっすくりね。とゲートに収まって全馬ゲートインが終わりました。5番の馬、赤い帽子。スタートしました。少しばらあつんきままししスたターが、ト早いいくスなタートをかっ切ったのはて、1こ番のの時アは。ルファ後アろかリーらがのしかしこレーれをスになっ制たんですしけて、ど、6番のモズ、2番のブロセリアンド、1番後ろになりましたゼッケン、4番チューアチャームという体勢です。各馬3、4コーナー中これは間まだ地見点、えないです前ね。はほぼ並んでまいりました。外から首を覗で、かこしこからて一気ベルンにマンボが動わずいかていっに今度はて、先頭か、挑戦するようにモズ・ベイパーコーンが2番手大の位置、外さのらに外外から回っ最たんもで上、すけ3ど、番手から2番手手応前にえ回り抜かける。群そで、してその後ですが、名将ゼゼロ直線に向かってアルファカリーナが内々で、から、こっからさあ前の争いですが、突き抜けてホッきまトす。マム、そしてベルンマンボ、この2頭の追い比べ、ホットマム、ベルンマンボ、外からは5番のリノアラ、リノアラ、さあ、内抜け出したベルンマンで、ボ抜けにてリノからアラがもう接近、抑えるそぐしらてい追い余裕抜くがあっアルたファんカリーで、ナ足を伸ばすが、抜けた5こ番のの辺リのノ方がアラ、楽ですよリノね。アラ先頭で5人、2非着常7に番強のかっリたノとア思ラ。います。はい。ということで、あんまり控えないでほしいんですけど、馬場も悪そうなんで、前止まらなそうなので、それは、まあ、小沢くんに期待して、リノアラでいきたいと思います。最後、東京9レース。本命がシーグラスです。シーグラスは、YouTube で推奨を2回連続して、未勝利、強い勝ち方をしてくれたんですけど、その後でもノートでもかなり推奨していて、非常に、注目している馬というか、実力を認めているけど、人気にならないタイプなんで、美味しいんですけど、こういうタイプは。まあ、そうですね。前走のシロンステークスの本命にしたんですけど、ここはちょっとさすがに相手が強かったのと控えすぎて、残念な結果。で、結果的には前残りだったので、石取りも噛み合わなかったと。2走前のオークスはさすがに距離が長かった。3走前の忘れ草賞は、これもスローの瞬発力勝負で、瞬発力勝負だとこのまま分が悪いので、なので小倉の上がりがかかる競馬で勝ち上がってきたんですけど、ここのアスナラ賞も結構レベルが高くて、シホノスペランツァってこの後勝ってるし、ワーフデールも勝ってるし、マカシタ2頭は、このクラスすでに卒業してるというレースだったので、2勝クラスを突破する余地は十分あると。で、前走はプラス18キロ、さすがに太すぎたのもあったので、まあ、軽く絞れて、この雨が残って、切れ味勝負にならなければ、ここでも十分勝ち負けはできると思います。で、まあ、もうさすがに陣営も分かってて、切れ味勝負は分が悪いので、早めに仕掛けたいみたいなことを言ってたので、まあね、あんまりスタートが良くないので、いい位置取れるかは微妙ですけど、結構デムロ騎手まくったりもしてくれるんで、ここは万が一スタート出ないとしても思い切ってまくるような競馬ができれば、面白いんじゃないかと思います。意外とここ混戦なメンバーなので、調子と適性と、まあ、ある意味運次第っていう感じなので、ただこのシーグラスに関しては馬券内に入る確率はかなり高いと思いますので、勝ち切れるかどうかは微妙なんですけど、まあ副賞で2.5ぐらいつけば美味しいかなっていう感じですかね。はい。ということで3レース上げさせていただきました。東京の最終レースが結構自信があるので、これはノートで書きたいと思います。まあ3日間開催なのでノートの方もまた、無料とか、100円セールみたいな感じでもやってみたいと考えてます。チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。
3日間開催、3日連続勝てるように頑張っていきましょう。以上、ムロメンでした。